アザミ号の車両アザミ号は長野県諏訪郡下諏訪町のコミュニティバス。運行は JR バス関東諏訪支店に委託している。2003年4月に運行を開始した。その後、2004年7月に巡環線の前身となる役場巡環線の新設、2008年4月1日から JR バス関東和田峠南線廃止を受けての経路、時刻変更を行っている。 最新の時刻変更は2020年10月8日。2013年10月5日からは、萩草、豊橋、星ヶ丘線、大門、小田町線、竹井線がマイクロバス、循環線4路線がワゴン車での運行となった。2020年10月8日からは、マイクロバスを小型バスの新車両に置き換えた。ラッピングデザインの原案は、 下諏訪工公用高等学校の生徒さんが考案したもので、下諏訪町の四季が空を舞うイメージの爽やかなデザインとなっている。新車両導入に伴い、萩草星が、丘線では、フリー乗降区間であった山の上地区内への乗り入れができなくなり、フリー乗降区間を廃止し、国道142号線上に、従来の山の上上バス停に加え、新たに、 山の神下バス停を設置した、通年運行。運賃は大人150円、小学生80円の均一性。小学校就学前の入幼児は無料。障害者手帳の提示による割引制度がある。諏訪湖畔の西一町が共同運行するコミュニティバススワンバスにも乗り継ぎで利用できる1日、乗車券が発売されている。なお、一部の障害者、要介護、 要支援認定者、79歳以上の高齢者には、タクシー利用との選択性の利用料金助成制度がある。すべて、下諏訪駅を奇襲点とする7路線が運行され、循環線4路線は、ワゴン車、その他の3路線は、小型バスでの運行となっている。運行内容は2013年10月5日現在。ありがとうございます。